父子家庭の貧乏人のくせに卒業旅行に行きたい？お前マジで言ってるの？え、もちろん。いや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 、空気読んだよ。お前が来たらほらしらけるじゃん。でもみんなが一緒に行こうって誘ってくれてるし、俺も行きたいんだよ。みんなの建前がわからない？こういう時は遠慮してお前が身を引くべきだろう。うちのサークルで貧乏人とか不幸な家庭の人間とかはいらないんだよ。別に貧乏じゃないし、父子家庭でも不幸じゃないんだけど。はっ、見え張りやがって。いっつもノーブランドの服に持ち物に。これで貧乏人じゃないって言える？母親のいない人生が不幸じゃないって言える？服も持ち物も自分が好きなものを使ってるだけだよ。母さんにいて欲しかったけど病気だったし。でも楽しかった思い出があるから不幸じゃないよ。いちいち反論するなよ。てか俺の気分が悪くなるの、お前がいると。だからとにかくお前は来るな。そんな。勝手に来たら絶対に許さないからな。ちょっと、サークルの卒業旅行に行かないってどういうこと？まなみちゃん、前に誘った時は行くって言ったじゃない。いや、やっぱ俺なんかが行ったら悪いかなって。みんなで楽しんできたよ。はぁ？何言ってるの？みなとくんもサークルの仲間でしょ？それとも何か来れない事情でもあるの？いや、別に。だったら来て。大学生活最後の思い出なのよ。みんなで一緒に行こうよ。大学最後か。なんだか今までのことが懐かしく感じる。俺、母さんが早くに亡くなったから弁当とか作ってもらったことなかったんだ。だから、まなみちゃんが俺にまで弁当を作ってくれたあの日、すごく感動したんだ。そんな、あんなことくらいで。ずっと男子校だったし、女の子との接触もなくてうまく話せなかったけど、まなみちゃんが優しくしてくれたからサークルでも楽しい時間が過ごせたよ。それは私がみなとくんのこと気にしてたからであって。え、それって。この話はもうおしまい。続き卒業旅行で。まなみちゃん、だから絶対来てね。一緒に行こうよ。でもヒロキがすごく嫌がってるよ。他のみんなも俺みたいな不幸な父子家庭には来てほしくないって。そんなことないよ。ひろきくん、何言ってるのかな。そんなこと言える立場じゃないのに。あの時だって。それにみんな卒業旅行はメンバー全員で行きたいって思ってるよ。俺が行ってもいいのかな。来てくれなきゃ困るよ。全員参加。わかった。じゃあ行く。迷惑じゃないなら行きたい。よかった。これで決まりだからね。楽しみ。おい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 、聞いたぞ。お前結局来るんだってな。もしかして卒業旅行のこと？まなみちゃんが全員で行くって言うからな。仕方ないよな。ったく。ただし。ただし？卒業旅行にどうしても来たいなら、お前が車出せよ。貧乏人のボロ車で、当日俺の家に迎えに来いや。小さい車だけど、いい？うわ、だっせ。絶対にバカにしてやるよ。そんな小さい車なら、みんなの荷物しか入らないだろうし。やっぱ、俺の愛車も出して、助手席には、まなみちゃん乗せるしかないな。え、まなみちゃんを？へっへっへ。先に言っておくけど、俺、この卒業旅行で、まなみを落とすつもりだから。え、マジで？マジもマジ。旅行中にラブラブになって、イチャイチャしまくるけど、許せよ。俺、ずっとまなみちゃん狙いだったからさ。それは。少しでも調子に乗るようなことがあれば、来たことを後悔するような旅行にしてやるから、覚悟しておけよ。おい、一体、どうなってるんだよ。え？お前の車、なんだよ。
ちっちゃいよね。だから小さいって言ったじゃん。スポーツカーだから仕方ないけど。なんであんな高級車にお前が。ああ、それは父さんからの誕生日プレゼントなんだ。父さんって、あのいつも小汚い格好してるあのおっさん？なんであんな奴に高級車が買えるんだよ。日雇い労働者だろ。ああ、父さん趣味で車いじりをよくするから、あの格好が仕事スタイルだと思われてるけど、あん見えて会社を複数経営してる経営者なんだよ。経営者？そう、全く見えないけどね。牛家庭で寂しくないと言ったら嘘になるけど、決して不幸じゃなかったんだよ。そんなこと聞いてないぞ。聞かれてないから話してないし。ただ貧乏じゃないってことはずっと言ってたはずだけど。全然金持ちそうじゃないから、てっきり貧乏人だと思った。てか、車のことはもういい。まなみちゃんだけ置いて帰れ。お前、やっぱりうざいわ。まなみちゃんがお前の車に乗って集合場所に来るって、さすがにおかしいからな。お前、ストーカー？まなみちゃんは優しいから言えないんだよ。それくらい気づけよ。いや、まなみちゃんが乗りたいって言ったから、集合場所まで一緒に行こうかって誘ったんだ。嘘だ！まなみちゃんがお前みたいな地味男の誘いに乗るはずないだろう。そうか、わかった。その車を自慢したんだろ。恥ずかしい、成金が。は？車を見せびらかして、金持ちアピールして、まなみちゃんをゲットしようとするなんて、卑怯な奴め、きったれ男だ。車は今日、初めてまなみちゃんに見せたし、俺は何もしてないけど。嘘つくな、小賢しい。こんな卑怯な息子の親父だもんな。何の会社を経営してるか、怪しいもんだ。どうせ卑怯なことして金稼ぎしてるクズ社長なんだろう。なんだって？いい加減にして！ひろきくん、そんなこと言うなんてひどいよ。あの時のこと、忘れたわけじゃないでしょ？まなみちゃん？そうよ。今、みなとくんの LINE、一緒に見させてもらってたわ。あまりに頭に来たから、一言言わせて。あんたがサークルの活動費の使い込みをした時、大事にならないよう、最初に気づいた港くんが、内緒で建て替えてくれたでしょ？建て替えたお金は、港くんが一生懸命働いて貯めたバイト代だったのに。それは、あの時は遊ぶ金が足りなくて、つい。港くんに感謝するどころか、こんなひどいこと言ってたなんて、信じられない。いや、違うんだ、まなみちゃん。てか、信じられないのは俺だよ。なんで港なんかと一緒に。私が告白して、付き合うことになったから。私、ずっとずっと、みなとくんが好きだったのよ。なんだよ、それ！ふざけんなよ、クソ女が！何よ。がっかりだよ！まなみちゃん、ただのバカ女じゃん！なんですって？まなみちゃんも大した女じゃなかったってわけだろ？金になびく安い女。ひどい。私の長年の片思いをそんな風に言われるなんて、あんまりよ。おい、まなみちゃんに謝れ。さすがにこれはない。クズ男にバカ女のカップル誕生ってか？それ以上言ったら許さないぞ。ほんと。不死家庭って最悪だな。やっぱり家族として何かが欠けると、人としても何かが欠けるんだろうな。おい、どういう意味だよ。そもそも金がある社長なら、女が放っておかないんだよ。どうせ人に言えないような仕事してる最低の男。それがお前の親父ってことだ。親父のこと悪く言うな。クズ男のクズ金で、まなみちゃんにアタックするとか。マジで幻滅。やっぱ、母親先に他界して正解って感じ？こんなクズ親子と関わる不幸はないもんな。黙って聞いていれば。言っていいことと悪いことがある。お前は、超えちゃならない境界線を超えたんだよ。たった今。なんだよ、急に。散々俺のことを、貧乏不死家庭と馬鹿にしてたくせに。父さんが貧乏じゃないと知った途端、急に悪人成金呼ばわり。
バカにしようとしてた俺の車が高級車だからって、車をくれた父さんをクズ親。告白しようとしてたまなみちゃんを安い女呼ばわりして、挙句に、泣く泣く病気で亡くなった母の死を侮辱するのか。いや、だってその、事実は事実じゃん。お前のことは絶対に許さない。親が金持ちだからって何ができるんだよ。許してもらわなくても結構。お前みたいなクソと今後一切関わりたくないわ。ああ、最悪の卒業旅行になったな。わかった。そんなに俺と関わりたくないなら、お前の内定取り消すよ。え？自分から俺に関わりたくないって言ったから、内定辞退ってことだな。いやいや、ちょっと待てよ。何言ってんの？内定は、お前には全く関係のないことだろ。お前、頭大丈夫か？まだわからない？お前の内定先、俺の父さんの会社なんだよ。はぁ？俺の内定先の、あの、大企業の、IT の、そうだ。笹コーポレーション。俺の父さんの会社の一つだよ。そんな、あの不死家庭の貧乏家族だと思っていたのに。いや、貧乏じゃなかった。なんでもっと早く言ってくれなかったんかな、お坊ちゃま。仕事と友情は別個だと思ってたから。嫌味なことも言われたけど、同じ大学サークル仲間としての思い出もあったし。お前の賢いところも認めてたから、市場は一切挟まなかった。でも、もう無理。え？こんなに感情をぐちゃぐちゃにされた相手と仕事はできない。俺の大事な部分を土足で踏み荒らした代償、しっかり受け取れ。いや、待ってくださいよ。何も知らずにすみませんでした。どうか、内定だけは。二度と顔を見せるな。今回の卒業旅行。この話を知ったみんながお前の参加を拒否してるから、そのまま帰れ。え、みんなまで？そんな、俺の最後の大学ライフがこんな終わりになるなんて、絶対に納得いかねえ。その後、全員一致で卒業旅行への参加 NG とされたひろき。今回の状況を、やり方がえげつなく組織を壊す可能性あり、と父に報告しました。人事で再調査をした結果、派手な女性関係にて和解したものの訴えられた過去が判明。やむなく内定取り消し決定となりました。卒業時期に内定がなくなり、就活失敗となったひろきは、その後の就活も失敗し、今では就職難民となってバイト生活をしていると聞きました。日頃の行いが、人生を一転させた結果でしょう。